どうも、つるっちょです。今日はですね、スマホでね、こう撮影してて、どうしても手ぶれがやっぱり気になる時があるので、なんかいいものはないかなと思ったら、ありましたね。スマホ用のジンビルジンビルだって、ジンバルスタビライザーってやつですね。まあいろいろあってですね、Amazon で9999円で売っていたのが、ホーヘムのアイステディモバイルプラスというジンバルです。ちょっと実証動画撮りたいなと思ってます。撮ってみよっか。もう行きましょうかね、とりあえず現場にね。はい、ということで、以前買った中華アクションカムビクチャの AC700 と、ホーヘムのアイステディモバイルプラス、どっちがブレないかっていうところで、例の場所で実験したいと思います。それでは行ってみよう。はい、例のとこに着きました。今これもう早速ジンバルで撮ってます。ブレないね、すごいね、これ全然ブレない。これちなみに自撮り棒で撮ってみようか。これ普通の自撮り棒、まあそうね、やっぱ多少はブレるね、こうトントントンみたいな。ブレないと思う、いいと思う。やっぱりもうこの時点でこの ジンバルは買いですな。さあ、あとはこれがですね、どこまでハードな状況でいけるかっていうところなんですけど、例の現場に来て、ここからちょっと階段を登っていきたいと思います。はい、着きました。では中華アクションカメラ VS、中華ジンバルスーパースライダーでちょっと実験してみましょうか。よし、じゃあ行ってみましょう。撮った。さあ、ちょっとこれ家帰ってどんな感じかちょっと見てみましょう。はいはい、というところで、撮影からちょっと数ヶ月経っちゃいましたけど、だいぶ見た目も変わっちゃったけど、無事に確認取れました。どうでしたかね。まあアクションカメラは、まあ、ほぼブレもなく撮れてたんですけど、やっぱ画質がちょっとなんか色味がどうかなっていうところもありますね。今スマホのね、ほんとカメラの性能すごいいいっすね。となるとやっぱこうブレずにスマホを撮ってくれるジンバルの方がやっぱおすすめかなと思います。ただハードな場所、あのスーパースライダーもなかなかハードですよ。あれちょっとスマホね落っことしたりもしたらうーってなっちゃいますからね。水の中とかも絶対スマホちょっと怖いですもんね。なのでまあ用途に応じて使うっていうところで、ジンバルもいいなと思います。普段乗りでいろいろ撮っていきたいと思います。はい、じゃあ久しぶりのギア動画、いかがだったでしょうか。この動画気に入っていただけたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。